ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回は、全国私鉄輸送密度ワースト15と題して、全国の私鉄路線の中で輸送密度が低すぎる路線を紹介するぜ。数年前から、JR 各社は収支を公表しているから、赤字ローカル線が注目を集めているけど、私鉄にも危機的な状況の路線がいっぱいあるんだぜ。むしろ私鉄の方が厳しいところは、かなり厳しそうな気がするわね。それじゃあ、早速見ていきましょう。ランキングに入る前に輸送密度に関して説明していくぜ。輸送密度って1日に1キロあたり平均して何人が乗車しているのかを表しているんだっけ？その通りだぜ。輸送密度が低いってことはコストが高くなるから経営が難しくなるってことなんだ。今回は国土交通省がまとめている2020年度の鉄道統計年報をもとに全国各地の私鉄の輸送密度を算出し、それを低い順にランキングにしているんだ。なお、災害などの影響で一部区間が不通となっている場合は、運行している区間の営業キロをもとに算出しているぜ。それじゃあ早速、ランキングを見ていこうぜ。まず第15位は、若狭鉄道若狭線。若狭線ってどこを走っているのかしら？鳥取県八頭郡八頭町の工芸駅から、道郡若狭町の若狭駅までの 19.2 キロを結ぶ路線なんだ。国鉄再建法で特定地方交通線に指定された JR 西日本の若狭線を、第三セクターの若狭鉄道が1987年に引き継いだ路線だぜ。国鉄再建法やら特定地方交通線って一体何なのよ？国鉄再建法こと日本国有鉄道経営再建促進特別措置法は、深刻な赤字に陥っていた国鉄の経営改善を促進するために取るべき特別措置を定めた法律で、1980年に制定されたんだ。この国鉄再建法では、1977年度から79年度の平均輸送人員などから、国鉄路線を幹線と地方交通線に分類し、地方交通線の中でも輸送密度が4000未満の路線に関しては、バスによる輸送を行うことが適当だとして特定地方交通線に指定し、廃止対象としたんだぜ。つまり、国鉄再建法によって廃止するべき路線が選ばれて、その対象となった路線が特定地方交通線ってことね。じゃあ、国鉄時代から若狭線は経営がかなり厳しかったってことじゃない？そういうことだぜ。ちなみに、今回ランクインした15の路線のうち、ほとんどの路線が特定地方交通線に指定され、国鉄または JR 各社から引き継いだ第三セクターの路線なんだ。ふむふむ。さて、国鉄再建法では廃止の基準として輸送密度が4000未満と定められたんだけど、2020年度の若狭線の輸送密度はどれくらいだと思うかい？3000とかかな？そんなもんじゃないぜ。2020年度の輸送密度は349だ。は、349?4000 未満でバス転換って言われてたのに、1000はおろか500未満って、かなり厳しい状況じゃない。そうだな。2020年度は新型コロナウイルス感染症流行の影響で、鉄道業界は軒並み経営が悪化していたけど、そもそも地方の赤字ローカル線はそれ以前から経営がかなり厳しい状況が続いていたんだぜ。そこにコロナ禍ってローカル線はどこも大変なのね。そんな苦境に立たされている若狭線だけど、実はあることで日本一を誇る路線でもあるんだ。あること？それは初乗り運賃の安さだぜ。若狭線の高下8等高校間の大人普通運賃は2023年4月時点で100円なんだけど、この価格は北大阪急行や北九州モノレールと並んで日本一安い初乗り運賃となっているんだ。しかも2007年3月31日まではこの区間の初乗り運賃は60円で、初乗り運賃の安さでは単独トップだったんだぜ。大人でも60円で電車に乗れたの？100円出したらお釣りが返ってくる時代がつい最近まであったんだぜ。しかし当時廃線の危機に瀕していた若狭線は増収策の一環として値上げが行われ、同年4月1日からは100円に値上げされると、日本一安い運賃の座は当時初乗り運賃が80円だった北大阪急行に一度譲っているんだ。100円でも十分安いと思うけど、60円から100円に値上げと聞いたらちょっと高く感じてしまうわね。そうだな。こうして日本一の座を一度は譲ったものの、2017年4月1日に北大阪急行でも運賃改定が行われて100円に値上げしたことで、一位タイではあるものの、再び日本一安い初乗り運賃の座に返り咲いたんだぜ。どんなに厳しくても沿線住民のために値上げしない姿勢は称えてあげたいわ。続いて第14位は、山形鉄道フラワー長井線。山形県南陽市の赤湯駅から、道県西沖玉郡白鷹町にある、荒戸駅までの 30.5 キロを結ぶのが、このフラワー長井線なんだ。そんなフラワー長井線も、特定地方交通線に指定されていた JR 東日本の長井線を、
第三セクターの山形鉄道が1988年に引き継いだ路線なんだぜ。ということは、国鉄時代から赤字に悩まされていた路線ってことね。そういうことだぜ。気になる輸送密度は345となっているんだ。若狭線より若干少ないくらいね。なお、名称のフラワー長井線は沿線の南陽市、川西町、長井市、そして白鷹町に花の名所が多いことが由来となっているんだ。だから、フラワー長井線の車体には南陽市の桜、川西町のダリア、長井市のあやめ、白鷹町の紅花と沿線4市町の名物である花がデザインされたラッピングが施されているんだぜ。その花とラッピングされた車両を一緒に見るのもいいかもしれないわね。第13位は、いすみ鉄道いすみ線。いすみ線は、千葉県いすみ市の大原駅から、道県いすみ郡大滝町にある、上総中野駅までの 26.8 キロを結ぶ路線なんだ。東京都の隣県の千葉県でも、厳しいローカル線があるのに驚いたわ。たとえ千葉県でも、JR の場合だと久留里線が、バス転換を視野に地元自治体への協議を打診しているくらい経営が厳しい路線だからな。東京から近いからといって経営が安定するわけじゃないのね。ああ、そうだ。このいすみ線も特定地方交通線だった JR 東日本の木原線を第三セクターのいすみ鉄道が1988年に引き継いだ路線なんだ。そんないすみ線の輸送密度は294だぜ。13位にして300を切ったのか。また、上総中野駅で接続し、市原市の五井駅までを結ぶ小湊鉄道線とともに、房総横断鉄道を構成しているんだけど、その小湊鉄道線も輸送密度は745にとどまっているんだ。いすみ線よりはまだいいけど、線すら満たないのは厳しいわね。房総横断鉄道を構成する陽子鉄は厳しい状況に置かれているってことだな。さて、いすみ線は1988年に JR 東日本から木原線を引き継いで開業して以来、慢性的な赤字に悩まされ続け、たびたび存亡の危機に瀕していたんだ。そもそもが国鉄や JR の赤字路線だから、そうなるのも必然でしょ。そんな中、2007年に行われたいすみ鉄道再生会議で、2009年度までの2年間は収支検証期間として存続し、2009年度の決算で収支の改善が見込めない場合は、廃止を前提に代替交通を検討することが取り決められたんだ。ここで結果を出さなきゃ廃止は免れないってことか。そこでいすみ鉄道は乗客獲得策として増便や新駅の開設を行ったほか、経営改善策の一環として駅の命名権、いわゆるネーミングライツの売却といった様々なプランを打ち出したんだ。廃止を阻止するためにいろいろと考えたのね。その結果なんと経営状態の回復が認められ、2010年8月6日には無事にいすみ線の存続が決まったんだぜ。一度廃止の危機を乗り越えたのだから、このコロナ禍も乗り越えてもらいたいところだわ。第12位は大井川鉄道。大井川鉄道って SL が走ってる路線だよね。 SL は人気があるような気がするけど、それでも経営が厳しいのね。コロナ禍の影響で SL の乗客が減少したのが輸送密度に反映されたのかもな。コロナの影響をもろに受けたってことね。また大井川鉄道には静岡県島田市の金谷駅から道県灰原郡川根本町にある千頭駅までの 39.5 キロを結ぶ大井川本線と、先頭駅から道県静岡市葵区の井川駅までの 25.5 キロを結ぶ井川線と2つの路線があるんだけど、路線ごとの輸送密度が鉄道統計年報に掲載されていなかったから、会社全体のスコアとして算出しているんだ。だから SL が走っている大井川本線だけで見たら輸送密度はもう少し高いはずだぜ。なるほど。それで大井川鉄道の輸送密度はどのくらいかしら？2020年度の実績は262だ。ちなみにコロナ禍前の2019年度は694だったことを踏まえると、コロナ禍による自粛がどれだけ痛手だったのかがわかると思うぜ。一気に400以上も減ったのね。ところで、大井川本線と井川線ってどうして分かれているのかしら？実は、二つの路線では建築限界が極端に異なっているんだ。建築限界って？車両が通過するにあたって支障がある範囲内のことを指していて、この範囲内には原則としてあらゆる障害物がないようにしないといけないんだ。この障害物にはトンネルや鉄橋、ホームといった鉄道に関連する施設も含まれるんだぜ。線路の近くに障害物を置かないってことか。この建築限界が山奥を走る井川線の方がはるかに小さいんだ。だから井川線を走る車両はかなりコンパクトなものになっているんだぜ。大井川本線用の車両だと大きすぎて通れないってことね。続いて第11位は、同じスコアで2つの路線がランクインしているぜ。まず1つは長良川鉄道越美南線。岐阜県美濃加茂市の美濃太田駅から道県郡上市の
北濃駅までの 72.1 キロを結ぶ路線なんだ。ここも特定地方交通線を第三セクターが引き継いだ路線かしら？その通りだぜ。1986年に国鉄越美南線を長良川鉄道が引き継いで開業しているんだ。そんな越美南線の輸送密度は245だぜ。250を下回ったのね。さて、越美南線にはかつて名鉄と直通し、新岐阜駅に乗り入れる計画があったんだ。そうだったの？しかし、名鉄側が提示した条件に美濃太田関間の廃止があったため、同区間の沿線自治体である美濃加茂市や富加町が反発し、この計画は幻となってしまったんだぜ。もしこの計画が実現してたら、名鉄のネットワークがもっと広がってたのね。もう一つは、津軽鉄道線。津軽ってことは、青森の路線かしら？その通りだぜ。青森県五所川原市の津軽五所川原駅から、道県北津軽郡中泊町までの 20.7 キロを結ぶのが津軽鉄道線なんだ。この津軽鉄道線は第三セクターの路線じゃないんだぜ。それはそれで大変ね。津軽鉄道線といえば、冬の名物であるストーブ列車だな。石炭焚きのだるまストーブを用いたこの列車は、冬を象徴する名物列車なんだぜ。石炭を使うとかなり温まれそう。第9位は三陸鉄道リアス線。ジェジェジェ、懐かしいな。岩手県大船渡市の盛駅から道県久慈市にある久慈駅までの163キロを結ぶ路線だぜ。163キロってかなり長いわね。そんなリアス線の輸送密度は232だ。さて、リアス線は以前は盛釜石間の南リアス線と宮古久慈間の北リアス線と2つの路線に分かれていた上、それぞれ分断されていたんだ。そういえばそうだった気がするわ。これら二つの路線は一部区間が特定地方交通線に指定されていたものや、建設工事が凍結していたものを三陸鉄道が引き継ぎ、1984年に開業した路線なんだぜ。一方、釜石、宮古間は国鉄山田線の区間だったんだけど、2011年に発生した東日本大震災による津波で南リアス線、北リアス線、そして山田線は大きな被害を受けて全線不通となったんだ。3.11 の東日本大震災は決して忘れてはならない災害だよね。その後、2014年4月までに南リアス線及び北リアス線は全線復旧。残る山田線区間は JR 東日本が復旧工事を行った上で、三陸鉄道に移管されることとなったんだぜ。これで盛から久慈までが繋がったのね。第8位は、錦川鉄道錦川清流線。山口県岩国市の川西駅から、同市の錦町駅までを結ぶ、32.7 キロの路線で、1987年に JR 西日本の岩日線を第三セクターの錦川鉄道が引き継いで、開業した路線なんだ。32.7 キロ全てが岩国市ってことは、岩国市ってかなり広いのね。県内では2位、全国で見ても47位の広さを誇るからな。また、岩国市の人口は、令和2年国勢調査によると、県内5位となる約12万9000人で、岩国市民全員が、錦川清流線を利用するとは限らないけど、約13万人が、沿線人口となるんだ。そんな岩国市内を走る、錦川清流線の輸送密度は、223となっているんだぜ。この辺りは差が開いてないわね。先に言っておくと、第5位までは、輸送密度は200を下回らないからな。ということは、第4位から先は、200を下回るってことか。まあ、そういうことだな。第7位は、渡良瀬渓谷鉄道渡良瀬渓谷線。これも関東の路線だよね。その通りだぜ。群馬県桐生市の桐生駅から、栃木県日光市にある馬頭駅までの 44.1 キロを結ぶのが、渡良瀬渓谷線なんだ。この渡良瀬渓谷線も、特定地方交通線の JR 足尾線を、第三セクターの渡良瀬渓谷鉄道が引き継いで、1989年に開業した路線なんだぜ。さっきのいすみ線といい、関東にも赤字ローカル線があったってことね。そういうことだぜ。そんな渡良瀬渓谷線の輸送密度は218だ。錦川清流線との差は、5と僅差ね。そうだな。さて、渡良瀬渓谷線ではかつて増収策として、渡良瀬夢切符という切符が販売されたんだ。どんな切符だったのかしら？これは1年間全区間乗り放題という切符で、そのお値段はなんと1万円だったんだぜ。1万円で1年間乗り放題ってまさに夢みたい。しかし、この切符には弱点があったんだ。弱点？この切符は通勤通学用定期券よりはるかに安い上に乗り放題だったから、定期券利用客もこの切符を買うようになったんだ。そりゃ誰だって安くて乗り放題の切符を買うに決まってるわ。その結果、定期券収入が急激に減ってしまい、かえって減収を招いてしまったんだ。
だから、2005年9月に発売されたこの切符は、発売開始から1年後の、2006年9月限りで発売中止となったんだぜ。まさかの落とし穴だけど、企画段階で誰かしら気がついてもいいような気もするわ。第6位は、由利高原鉄道町海山6線。この路線も第3セクターかしら？その通りだぜ。秋田県由利本荘市の右後本荘駅から、同市の屋島駅までを結ぶ、23.0km の町海山6線は、1985年に国鉄矢島線を第3セクターの由利高原鉄道が引き継いで開業した路線なんだ。町海山6線も一つの市内だけで完結する路線なのね。そうだな。由利本荘市の人口は令和2年国勢調査によると約7万4000人であることから、錦川西流線が走る岩国市と比べると沿線人口が大体半数程度となるんだ。沿線人口が少ない分輸送密度も低くなるってことね。そんな町海山6線の輸送密度は215だぜ。渡良瀬渓谷線との差はわずか3か、とはいえ意外とこの差が大きいのよね。ここからワースト5に突入するぜ。まず第5位は、野岩鉄道会津絹川線。会津絹川線ってことは、栃木県と福島県をまたぐ路線かしら？その通りだぜ。栃木県日光市の新藤原駅から、福島県南会津郡南会津町の、会津高原尾瀬口駅までの 30.7km を結ぶ路線なんだ。そんな会津絹川線の輸送密度は205だぜ。ここまでが200台なのよね。ああ、この会津絹川線は新藤原駅で東武鉄道の絹川線と、会津高原尾瀬口駅で会津鉄道会津線とそれぞれ接続しており、浅草駅と会津鉄道の会津田島駅を結ぶ特急リバティ会津や、鬼怒川温泉駅と JR の会津若松駅を結ぶ快速会津マウンテンエクスプレスが、会津鬼怒川線を通り抜けるんだ。それってつまり、浅草から会津若松まで一つのレールで繋がってるってことかしら？そういうことだぜ。さて、東京と会津地方を結ぶルートの一部である会津鬼怒川線の輸送密度は、大手私鉄と直通運転をしている路線としては最低のスコアでもあるんだ。その影響か、2022年3月のダイヤ改正では運行本数を4割削減する大減便に踏み切っているんだぜ。4割減ってなかなか聞かないわよ。この減便はコロナ禍による利用者減少を受けた措置とされているけど、コロナ前の2019年度の輸送密度も542とかなり低かったことも影響しているはずだぜ。この会津鬼怒川線が廃止されると、東京と会津地方をつなぐレールが途切れることになってしまうから、どうにかして持ちこたえてもらいたいわ。ただ会津鬼怒川線と直通運転をしている会津鉄道会津線の輸送密度も393だから、どちらの路線も厳しい状況であることに変わりはないんだぜ。あちゃー。第4位は、秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線。さっきも秋田の路線があったよね。6位にランクインした町海山6線は、海沿いの由利本荘市を走る路線だったけど、この路線はその名の通り、秋田県の内陸部、北秋田市の高野須駅から、仙北市の角館駅までの 94.2km を結ぶ路線なんだ。三陸鉄道並みに長いじゃない。ただ、沿線自治体は北秋田市と仙北市の西だけで、両市合わせても人口は約5万5000人と、由利本荘市よりも少ないことから、輸送密度も168という低い数値にとどまっているんだぜ。200を下回るのは知ってたけど、168って一気に減ったわね。ところで、この秋田内陸線もあのパターンかしら？ああ、そうだ。国鉄に代わり、新線建設を行った日本鉄道公団が建設していた両角線のうち、すでに開業しつつ特定地方交通線だった阿見合線と角館線のほか、建設工事が凍結していた洋華土線の未開通区間を1986年に第3セクターの秋田内陸縦貫鉄道が引き継ぎ、1989年に全線開通させた路線なんだ。国鉄時代に建設工事が凍結してたくらい、昔からかなりの赤字を抱えた路線だったのね。ここからはワースト3に突入するぜ。どんな路線がランクインするのか気になるけど、輸送密度は正直聞きたくないような。第3位は紀州鉄道線。紀州鉄道という名前からして、和歌山県を走る路線かしら？その通りだぜ。紀州鉄道線は和歌山県御坊市の御坊駅から同市内にある西御坊駅までの 2.7km を結ぶ路線なんだ。 2.7km ってかなり短いわね。だから全区間乗っても運賃は180円だぜ。かなり安いわ。そんな紀州鉄道線の輸送密度は145となっているんだ。さて、ここで問題だぜ。急に何かしら？御坊市内を走る紀州鉄道線を運営している紀州鉄道の本社はどこにあるでしょうか？そんなの、御坊市内じゃないの？残念。正解は東京都中央区だぜ。え？かなり離れてるじゃない。
実は、州鉄道にとって鉄道事業は副業みたいなものなんだ。そうなの？社名に思いっきり鉄道ってあるのに？ああ、州鉄道は主に不動産開発を行う企業なんだぜ。不動産を手掛ける鉄道会社は結構あるけど、鉄道を手掛ける不動産会社って初耳だわ。州鉄道は1968年に倒産した別の鉄道会社の旧経営陣が、1972年に設立した不動産会社が、鉄道会社の肩書きを求めて廃止の危機に追い込まれていた。御坊港湾鉄道を約1億円で買収。翌1973年1月に社名を紀州鉄道に変更したことが始まりなんだ。不動産会社ではあるけど、経営陣は元鉄道会社の人たちだったのね。その後は、那須高原や熱海、箱根、さらには大阪など、各地にホテルを展開し、関連会社の紀の鉄ホテルが運営するという方法で、現在に至るんだ。不動産業だけでやっていけそうなのに、どうして地方ローカル線を運営してるのかしら？それは、リゾート開発などの不動産業を営む際に、鉄道会社ということが、信頼につながるという利点があるほか、社名と鉄道への愛情をもたらすことから、たとえ紀州鉄道線が赤字でも運営を続けているんだぜ。ある意味、紀州鉄道というブランドを維持するのに必要なコストとも言えるわね。第2位は、阿佐海岸鉄道阿佐東線。2020年11月30日までは、徳島県海部郡海陽町の海部駅から、高知県安芸郡東洋町にある、観音浦駅までの 8.5 キロを結ぶ路線だったんだ。ということは、今はもう、2021年12月25日からは、全便が DMV での運行となっているんだぜ。DMV？ DMV は、デュアルモードビークルの頭文字を取ったもので、線路と道路の両方を走行できるように改造されたバス車両のことなんだ。だから、今は阿佐東線を列車じゃなくて、バス車両が通っているんだぜ。なんだか面白い光景だね。そんな阿佐東線の2020年度の輸送密度は111となっているんだ。そういえば輸送密度の話だったわね。第2位で111ってことは、1位の路線はどのくらいなのかしら。それは後々紹介するぜ。この阿佐東線は、国鉄時代に建設工事が凍結した徳島県と高知県を結ぶ、全長約125キロの阿佐線の一部区間で1992年に開業した路線なんだぜ。全長125キロってかなり大規模な建設計画だったのね。この阿佐線が開業していれば鉄道で四国を一周できたからな。そう言われちゃうと、もしも実現していたらって考えちゃうわよ。そして第1位は、南阿蘇鉄道高森線。熊本県阿蘇郡南阿蘇村の立野駅から道郡高森町にある高森駅までの 17.7 キロを結ぶ路線が高森線なんだ。この路線も特定地方交通線だった国鉄高森線を1986年に第3セクターの南阿蘇鉄道が引き継いで開業した路線なんだぜ。ところで、輸送密度はいくつなのよ？2020年度の輸送密度は32だぜ。さ、32？というのも、高森線は2016年4月に発生した熊本地震の影響で、未だに立野中松間の 10.6 キロが復旧していないんだ。なお、全線での運転再開は今年の7月15日を予定していて、全線復旧すれば輸送密度は改善すると言われているぜ。災害による不通という特殊な事情があった上に、コロナ禍が重なってしまったわけだね。ただし、震災前の輸送密度も500以下だったから、どこまで回復するかも不明だけどな。あまりなんとも言えないわね。ここまで輸送密度が低すぎる私鉄路線を見てきたけど、どうだった？ほとんどの路線が、正直コロナ禍に突入する前から、状況が厳しかったのが分かったわ。確かに、今回紹介した路線のほとんどが、特定地方交通線だった路線だから、鉄道による維持が難しいのは仕方ないことなんだ。それでも、国鉄や JR から引き継いだ各社が、地域住民の生活のために、いろんな工夫を凝らしているんだぜ。ローカル線には、その地域の象徴として、走り続けてもらいたいところだわ。この動画を見て、皆さんはどう思ったかな？印象に残ったこととか、コメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このように、このチャンネルでは、鉄道に関する話題を解説形式で分かりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録、高評価が励みになります。また他にも取り扱ってもらいたいネタがありましたら、そちらもぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ、今日はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。